鳥居真知子さん、今日もいろいろとコメントありがとうございます。すごいたくさんね、私の動画を見てくださって、そして一本一本にいろんな気づきを書き込んでいただいたり、感動とかね、感謝っていうのを書いていただいたり、私ね、真知子さんっていうのは感動とか感謝ってものを受け取ったり表現する本当天才じゃないかなと思ってますよね。でほとんどの人ってのはこんな素晴らしい日々がね私たちのところにあるのに、そのありがたさに気づきにくくなってるのかなと、どっちかっていうと、もっと自分は恵まれていいはずだ、もっともっと欲しい、もっとこうありたい、もっともっと、このねもっとが感謝をちょっと鈍らしてるのかなと思うんですよ。朝起きて今日もね日差しが差してきて、暑くなりそうだな、素晴らしいな、スマートフォン見るとこういろんな情報が入ってきたりとか、不幸な人もいれば幸せな人もいたりね、で動画再生したらすぐにパッと立ち上がる YouTube が、これすごい便利だなと。そして全く外出しなくても日本全国いろんな人とねこうやってコミュニケーションができる、素晴らしいなと。そして私の動画を見てコメントしてくださる方っていうのは嫌味な人っていない、本当にね、私をすごく励ましてくださる方ばかり、私を本当にね私の発信を喜んでくださるばかりで本当に嬉しいなと思います。そのね代表格がマチコさんじゃないかなと思ってるんですよ。ですのでこれからもねいろんな動画見て気づいたことがあったら、私眉毛なんて今日太いですね都会から来ちゃ気づいたことがあったらね、また教えていただければと思います。で私ね昭和47年生まれで、昭和47年でしょ、で私今47歳なんですよ。で9ヶ月のヤンマト君って子供がいてね、血液型大型でございます。で結婚したの43歳の時ですから、今から4年前ですね。それまではねお金がなくて時間がなくて できなかったんですよね、結婚がね、勇気を出せなかったですね。それから今両親は健在なんですけども、ずっとね両親のことも無視して生きてきたんで、今両親が住んでいる家のそばに、この家をね買って、明日も行くんですけどね、ちょくちょく足運んで一緒にランチ食べたりとかね、去年は旅行をしました。東日本の方ぐーっと群馬行ったり栃木行ったりね、北海道行ったりとかね、もちろん地域も回りました。岡山とかね、勝山っていうねすごく小さな町とか、九州の方も、そして山陰の方も、いろんな旅をしながら、昔ね照れくさくて言えなかったことをもう50になりますんで、今だから懺悔ですよ。いろんなことをね腹を割っております。やっぱ照れくさいもんですね。でもね今話してもなんかそういう思いって多分マチコさんなら分かってくれると思うんですよ。これからもねマチコさんにいろいろとね愚痴こぼしちゃうかもしれませんけども、その大きな愛情で受け止めていただければ幸いでございます。それではね隠居 TV 速稼塾の久保がお届けしました。次のコメントも待ってますよ。